ドラゴンゲートの新ユニットの今後の展開予想ということで、ね、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まず早速なんですが、先日行われた後楽園ホール大会でですね、キッド、ヤマト、弁慶、奥田、この4人での新ユニットが結成されたということですよね。まあね、どういう流れだったかというとですね、まずキッド、ヤマトがメインイベントを終わり、2人リングに残ってて、まあ、ヤマトからキッドにね、新ユニット作りませんかというふうに提案して、まあ、キッドもそれに乗ったわけなんですけど、まあ、2人やったらですね、ユニットにはならないので、あと誰か来てくれないかっていうことで、弁慶と奥田がリングに上がってきて、そして、じゃあ僕たちを加えた4人での新ユニットでやっていきましょうよという提案でですね、4人で新ユニット結成となりましたね。最初にですね、キッド、まあ、今現在 SDK と構想をしているんですが、これもね、遺恨が一気に深まり、金網マッチに入っていくんじゃないかなと思いますね。まあ、SBK と共に入っていくということですね。そして、金網マッチなんで、まあ、基本ドラゴンゲートの金網マッチはね、1対1ってことはまああまりないので、まあ、この男も当然入ってくる。それがヤマトですよね。ヤマトも同じく、カイと構想中なので、遺恨が深まり、金網入ると。いうことで、まあ、キッド、ヤマトは、この新ユニットの中では、この2人が金網マッチに入ってくるんじゃないかなと思いますね。はい。で、次が奥田。奥田はですね、まあ、ブレイブゲートを今現在持っておりまして、挑戦者はまだ決まっていないという状況なんですが、まあ、一番有力な候補がパンチ富永なので、まあ、パンチ富永が来たとしても、パンチ富永相手にブレイブゲートを防衛していくっていう風になるんじゃないかなと思いますね。はい。で、最後に奥田、じゃあ、弁慶ですね。弁慶は、まあ、この4人の中ではね、今、まあ、誰かと遺恨があるわけでもないし、タイトルを持っていない。ね。なので、まあ、結構浮いているっていう言い方もあれなんですけど、一人だけね、ちょっとどういう動向をしていくのかっていうのは読みづらいんですが、まあ、ある選手と組んでツインゲートに挑戦していくんじゃないかなと思いますね。まあ、その選手は、近藤修二と。まあ、そのね、先月行われたツインゲート次期挑戦者決定トーナメントでね、この近藤と組んで決勝まで行ってますから、まあ、あと一歩というところまで、ね、迫っていたんですが、やっぱこのタッグで、ツインゲートを取るに行くんじゃないかなとは思います。まあ実際ね、もうパワーですげえ、なかなか面白いタッグなのかなとも思うので、ぜひツインゲートに行ってほしいなっていうのはありますね。で、新メンバー、一体誰が入ってくるのか、この4人に誰が加わっていくのか。まあ、ね、ツインゲート挑戦するって言った近藤修二、まあここも入ってくるでしょうと思いますね。確実にね、まあ弁慶、近藤でツインゲート行くと言ったのでね、近藤修二がまず入ってくると。で、もう一人入ってくるんじゃないかなということで、それは、洋介サンタマリアですね。まあ、なぜかというとですね、まあもうこれ本当に意味があるのかどうかわからないですけど、後楽園ホール大会が来られた時にね、奥田とマリアがタッグを組んだ試合があったんですよね。まあ、無所属同士のタッグで、まあ何気ないタッグなのかなと思ったんですけど、入場するときにね、奥田がいつもつけているマスクがあるじゃないですか。それをマリアがね、似たようなのをつけてきて入場してきたと。まあこれに意味があるのかどうかはわからないですけど、これマリアがね、もしかしたら新ユニットに入るっていう可能性はあるんじゃないかなと思いますね。まあでもメンツ的にね、なかなかその、いわゆる、まあ契約みたいなのが必要なのかなっていうことで、そういう点でもマリアが入ってくるんじゃないかなと思いますね。はい。なのでまあ、この新ユニットはね、一体どうなっていくのか。今後、新メンバーもどんどん入ってくると思うので、まあ、このユニットのね、新たな動向にはかなり注目なのかなと思いますね。はい。ということで、まあ、今回コメント欄もチャンネル登録をよろしくお願いします。リクエストコメントとか、他にもこちらの新ユニットに関するコメント何かあったらよろしくお願いします。ということで、今回コメントです。